はい、続きいきたいと思います。はい、続きですね。次どこに向かったらいいのかちょっとわからなくてですね。はい、動画2本分、だいたい1時間ぐらいかけていろいろこう探し回ったんですが、全然ちょっと進展がなくてですね。はい、動画2本没にしました。はい、でその後動画収録外でまたさらにちょっといろいろこう探したんですが、全然見つからなくて、どうしたらいいのかわからなくって、まあ、しぶしぶではあります。不本意ではありますけども、攻略を見ました。もうさすがにこれ以上ちょっとどうにもならんっていう感じだったんで、攻略を見てきましたらばですね、はい、お風呂場に行ってですね、この金属の歯をなんか投げてこなきゃいけないっていう、投げ入れてこなきゃいけないっていうことでした。これで青い宝石が手に入るので、それで先に進めるということでした。いや、本当にね、動画2本分、1時間かけてちょっとこう収録しながら、あれねえな、こっち行ってもなんもねえな、あっち行ってもなんもねえなって、もう一部屋ずつこう調べては、まあ、外れ空振りってなってですね、とてもね、ちょっとまあ、残念タイムっていうのをね、過ごしたんですが、まあ、そちらは没にして、はい、この動画からね、またアップしていきたいと思いますので、はい、まあ、もしですけど、没回見たいっていう方いらっしゃいましたら、まあ、はい、ちょっと検討はします。はい。いやー、本当にね、疲れました。もうめちゃくちゃ疲れました。めちゃくちゃ疲れたんで、とりあえず今回のこの動画、またちょっと収録終わったら休憩取ろうかなと思ってますけども。お風呂場もね、なんかゾンビ結構いた気がするんですよ。お風呂場どこだったっけ？外行かなきゃダメなのかな？また。また外行かなきゃダメなんだけども。よし。まあ。ここはもう躊躇しないで駆け抜けてしまえば OK。 あれこっちじゃなくて駆け抜けてしまって、はい、お風呂、お風呂左だったっけ。あやばい、左だよね。左で、ここだったか、こっちだったか、お風呂。これか、これトイレだったか、トイレだな。いやー、ちょっとわかんないよね。お風呂味噌投げ入れてくるみたいな。あ、違う。これじゃないな。これか、なんか寮みたいな感じなんだろうね、これ。社員宿舎みたいな。いやー、ちょっとゾンビいる可能性あるからな。ショットガンで。あ、でも大丈夫そうだな。どうだろう、もうこの辺で投げ入れりゃいいのか。違う。あー、やっぱ投げ入れられるわ。いやー、もうわかんないよ、これ。わかんない。金属でできた刃は溶けてしまい、中から宝石が現れた。なるほど。だから、なんかライターとかバーナーとかでなんか炙るのかなって思ってたのよ。イメージでね。まあ、でも、ねえ。低融点つってたから、だから低い温度で溶けるんだろうなというイメージはしてたんだけど、でもまさか風呂で溶かすとは思ってもみなかった。ちょっとまあでも可能性としてはあるか、その辺は。ちょっと突破できねえな。よし、これでとりあえず宝石が揃ったから先進めるんじゃないかなって感じはします。まあちょっと不本意ではありましたけども、まあしゃあない、しゃあないですね。ちょっと時間かけすぎるのもね、いけないので。あ、ちょっと待ってくれ。そっかー、そうかー、弾の入れ替えかー。いや、余裕ないよね。やっぱ HP も一桁台だから余裕ないのよ。
風呂に行けってな。ここはもう無視よ。オッケー。こいつは倒そう。ここはさ、割とまああるから、ハンドガンでもいいんじゃないか。あれ、今ハンドガンだったか。オッケー。まだ動いてるか？大丈夫か？あ、動いてるな。オッケー。うわ、強い！あー、待って、強い。めっちゃ耐久力ある、今の。わー、1って。1ってよ。大丈夫か？こっちか。あ、ちょっと処理が重いかな。パソコンちょっとカクつきがありますね。ちょっと処理が重い。はい。こいつらも倒すか。で、駆け抜けて、また何回か来るかもしれないからね。オッケー。あ、嫌な声だな、これな。よし。オッケー。なんかこの辺にあってね、敵の数がだいぶ多くなってきたような気もするよね。HP1 しかねえ。しょうがねえからグリーンハーブ使うか、これ。ちょっと、意地になってる場合でもないよな。いや、でもこうなると全然さ、結局 HP 低いままになるんだよね。大して回復しなくて、それでやりくりするからさ、HP 低いところでのやりくりになっちゃうから、一回だからドカンと全回復まで持っていきたいのよな。いや、でもまたいつボス戦が来るかわかんねえしな。まあ、ボス戦来ちゃったらもう、しょうがないって感じで。まあ、そうなったらハーブ使うしかないけどね。こっちだったっけ？オッケー。これでもわかんないよな、ほんとに。わかんなかった。どうやってもわかんなかった。おー、ボスとかいんのかな？ちょっと怖えな。あ、大丈夫そうだよ。あ、まただ。胸像。本人にそっくりでお高く止まった表情をしている。だけど特に何もない。ピカピカ光ってるところはあるけど。あ、絵飾ってあるね。支部長のパソコンだ。もしかしたらこれで格納庫への扉を開けれるかも。いけるか、伸びた。いけんのか。うん、それらしいものは見つからないな。ん？この記録は？支部長の日誌。はい。北京で発生したバイオテロの主犯組織から、珍しいウイルス兵器を回収した。なんて言うんだ？読めねえな。ベロニカ。ベロニカ。でいいのかな？と呼ばれる T ウイルスの上位種と言ってもいいものだ。普段なら、あの連中どもに横流しするが、最近私にも楽しみができてしまった。高い金をかけて作った。隠蔽セキュリティがこのためにあると言っても過言ではない。あの連中ってのはどの連中なんだ？捕まえたテロリストの一人に T ベロニカを投与した。おう、機密情報の通りゾンビとは違う突然変異により怪物と化した。一緒に実験室へぶち込んでおいた仲間を惨殺し平らげた心が踊る。
ちょっと、サイコパスじゃね？もちろんこの2名は、東国記録に乗らないよう工作しておいたやつだ。今まではゾンビばかり作っていたが、久しぶりに楽しめた。一週間が経過したが、あの被検体は何も食わずに生きていられるようだ。しかし、やたらと規制を発する人だった。発生する人だった時につけていたガスマスクがなかったらもっとうるさかっただろう。投与から2週間後、体から毒ガスを噴出するように変異した。あ、やっぱあの追跡者だなこれ。ただの、池の怪力マンになるだけと思っていたが、 T ベロニカにはこんな能力も加わるのか、備わるのか、設備に問題はないがさすがにまずい。破棄するか。だが私にも研究者魂のような気持ちがあるみたいだ。もっとどうなるか見てみたい。ついに手に入れた。インドに潜伏していた過激派団体を制圧した際に回収された生物兵器の中にまさかあれがあるとは。もちろん回収リストを工作して私のものにした。どこから嗅ぎつけたのか、あの連中がしつこくアプローチをかけてくるが、誰が渡すものか。誰が、なんだあの連中ってのは。だが今の実験室で使うのはリスクが高い。新しい演習場と偽り、もっと専門的な研究施設を建設しよう。この私にふさわしい神ゴッドという名のウイルスを堪能できる場所。あの連中っつうのはアンブレラとかのことなのかな。なんだよこれ。だよね。あの怪物を作ったな支部長で、もともとここにいたものなの。もしかしてこの騒ぎの発端も？ついに見よったなーだ、やーべえ。見たーなーみたいな。ひゃー！タオシ部長。まさか貴様のような子供にわしの部屋を開けられるとはな。外部への通信を断つため通信設備を破壊した時に落とした宝石が仇となったか。タオシ部長、そもそもの原因はあなたがこの基地に隠して、出たウイルスだったんだな。この基地が攻撃された衝撃でウイルスが漏れてこんなことに。なるほどね。ふん、まあ大体正解だな。緊急用セキュリティはわしの楽しみを隠すためのものさ。なるほどね。少々作動させるタイミングを誤ってしまい、退路を断ってしまったが、これでなんとかなるな。だが貴様をこのまま基地の外へ出すわけにはいかん。マジかい。もう綺麗に落ちたなこれ。もうガハハハ、安心しろ。この基地からは誰一人出さんぞ。他の連中も後に続いてあの世に送ってやるわ。ひどいなこいつ。格納庫の扉は開いた。こいつは絶対に誰にも渡さん。汚ねえやつだお前は本当に。でなんか下水道的な感じなのかな。いてててて、ここは一体ひどい匂いだ。ゴミダメ除か。ダメだ。通信が届かない。早くみんな支部長が犯人だってことを教えなきゃ。ですが、動けるようになりましたが。どうしよう。ハーブ使うかこれ。いやー、ちょっとここ出てからだな。あー、やっぱなんか下水っぽいな。弾薬ゼロって書いてあるけど、 OK？ あ、OK だ。あー、もうやべえやついるな。もうこれセーブポイントだってくれ。セーブポイントである。この廃棄処理場の管理人だろうか。銃で撃たれて絶命したようだ。あー、かわいそうだよな。銃で撃たれた、ゾンビに食われたなら、まああれだけど。下水処理を制御するパネル。操作するにはロックを解除する。またこのパターンかい。もう、ほいっ！ダメだ。なんかもう適当にさ、適当に、ほいっ！ダメか。これあれだよね。ちょっとパターン読まなきゃダメだよね。ちょっと待って、一回、ちょっとかい。これなんか落ちてるけど。日報。日報が落ちておりました。管理人の日報。8月20日、なぜか BSA 支部長の秘書がこんな場所に来たかと思ったら、とんでもない仕事を持ちかけてきた。今の年収が数倍にもなると言われて、即首を縦に振っちまったが、
こんな話を聞いちまった以上、断れば口封じだろう。俺は脅されて仕方なくやるんだ。9月1日、奴が遊んだおもちゃを隔離しなきゃならないんで、格納庫に秘密の廃棄部屋を作るための作業員を通すこと。あー、なるほどね。これはあれか。支部長のウイルスのことなんかな。それかもしくは、追跡者のことなのか。彼らも高い金で雇われたのだろう。連中の一人に気の合う奴がいたんで、仕事終わりに飲みに、誘い話を聞いた。奴は多額の金の他に秘書の体もいただけたんだと。なるほどね。けしからん。裏山だよね、多分ね。R だから、多分。10月20日、作業最終日。なぜかあいつの姿がない。他の作業員は全員青白い顔をして帰っていった。なんだろう。嫌な予感がする。あー、感染してんのかな、他の作業員はこれ。廃棄処理施設の警報器が誤作動をしたことに BSA 支部長から怒りの電話が来た。中国語混じりの罵声の連呼に耳が痛いぜ。監視カメラや熱源探知機、さらには赤外センサーを張り巡らせての厳重警備だ。格納庫に通じているからでいくらなんでも過剰だ。それはネズミ一匹でも動きは作動しちまうよ。まあ何かが侵入したような形跡があったのは事実だ。支部長が過剰になるのも仕方ないかもしれんが、もし見つかっても落とされて仕方なくやった。で俺は逃げ切るからね。12月10日、あのアホ支部長、とんでもないバケモンを下水プールに放ちやがった。何考えてんだ。設備に異常があると言って検査しに来た。何も知らない作業員が2人食われた。こんなことをしたらすぐに監査が入って全部バレちまうぞ。あー、ちょっと日付は書かれてないね。銃声が聞こえる。格納庫の秘密の部屋が解放された。もう逃げることもできない。助けは来るのだろうか。エンド。これで終わってる。あー、まあ、だいたい想像はつきますが、ちょっとセーブしとこっか。あー、なるほどね。で、とりあえず6うんぬんだよね。これちょっとガチャガチャいじってみるか。ちょっとわかんないよね。これ適当にこうさ、いじってれば、なんか、いかないか？ダメか？いかないか？惜しいんだよな、これな。あー、はいはいはい。はいはい。これ周りが、いや、周りがうんぬんじゃないか。だから、どう組めばいいんだ？こうか？あ、違うな。どう組めばいいんだ？ちょっと待って、初期状態から、この状態からやっていきたい。ちょっとわかんないな。これ頭いい人だったらすぐなんだろうな、これ。こういうの。頭いい人だったらすぐなんだろうけど、私もう学生時代はね、もうスポーツしかやってこなかったからね。こういうのは大の苦手なのよ、これ。はい。ダメか。はい。ダメか。その適当。まあ、これ適当にこうね、ガチャガチャ押してるふりなんだけど、やっぱこう人って性格とか出るから必ず法則性みたいなのにハマって、なんか結局同じことガチャガチャやってるだけ、みたいな感じなんだよね。同じパターンでさ、こうなんか、やったりするもんなんだよ。いやー、ダメだ、うまくいかん。ちょっと待ってくれ。どうやればいいんだ？周りがついたり消えたりするんだよなー。
わかんない。この辺まで来んだけどな。あっち立たせりゃこっち立たずみたいな感じになっちゃう。だけど、こうか。あ、違うな。どうすればいいんだ。こうなるよね。一個余るんだよな。いやー、ちょっとわかんない。どうしたらいいんだろう。ちょっと待って、ここ時間使わせてくれ。これ解きたいなー。要はこの周りがついたり消えたりするってことだよね。だよね。いや、なんかでもこういうパターンで全部、あれなのかな。つけりゃいいのかな。なんかそういう気がするよね。あ、全部なくなった。はい。ダメか。だから、四つ角を、こう、なんか、つくようにしてやりたいよね。あ、行ったんじゃね？あ、行った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 。行った。オッケーオッケーオッケー。いけたいけた。で、今の音って何？水引いたとか。あ、水引いた。水引いたけど、いやいやいや、こっちもこっちよね。あいつ買わせるか？いや、ちょっと待って。今のこれまたもう一回やんなきゃいけないの、ちょっとだるいな、これ。死んでさ、今のこれもう一回やんなきゃ、ちょっとセーブしよう。オッケーオッケー。よし。今の再現できねえぞ。この先、あーっと、アップねー。毒なってないよね。え、行き止まりかい？行き止まりかい？じゃあいいや。行けないってのが分かっただけでも。いいっすわ。うわー、ちょっと待って。上行きたいな。よし。危ない。わーっと、ハーブあった。ハーブあるけどさ。いや、あるけど、ちょっと調合させてくれよ。ここいけないな。こっちは。あー、開かない。開きまへん。おー、なになに？びっくりさせんじゃねえ。誰？え？なにこいつら？あんたたちは、まさか本当に敵が。ガスマスクの男へ、隊長、感染者ではないようです。みなりも BSA の隊員ではなさそうですし、一時的に保護された難民でしょうか。いや、感染者、BSA の隊員よりももっと厄介な人物だよ。なに、もう。え？できすぎか？できすぎだ！いやあ、のび太くん、久しぶりだね。出たな、できすぎ、お前。そうか、収監された重要参考人というのは君のことだったのか。君はあの時学校の地下の洞窟で崖から落ちて、そうだったよね。それ以来だったかな。いや、実は生きていてドラえもんと一緒に脱出したんだね。そういうことだよね。そして今はアンブレラの一員として活動しているんだな。そうか、君たちはあの時裏にアンブレラがいると思っていたんだよね。思っていた？せっかくだから教えてあげるよ。僕たちの学校に隠されていた研究所、あれはアンブレラの所有するものではないんだよ。アンブレラの生物兵器を研究するために僕たちが作った偽造施設さ。働いていた人間は元アンブレラやその協力会社のスタッフをとあるルートで派遣したんだけどね。
なるほど。うん、そんな、なんでわざわざそんなことを。アンブレラが崩壊するまで公にはされてなかったけど、同じような事件が相次いでてね。同じような事件が、それに便乗すれば誰もがアンブレラの仕業だと疑う。なるほど。でだ、結局はこいつらが仕組んだことだったっつことなんかな。おかげさまで僕たちはスムーズに研究開発を進めることができたよ。そうか、支部長のパソコンに記録されていたあの連中というのはお前やドラえもんたちのことで。なるほど。生物兵器のさらなる開発や研究のために支部長がバイオテロの鎮圧で横領したウイルスを買ってたんだな。のび太くんにしては鋭いじゃないか。ほぼ正解だよ。ほぼ。だがあの男、僕たちが求めていた究極のウイルスを手に入れた途端、急に取引を拒み始めたんだ。ゴッドってやつか。神になる。神のウイルス。だから内部協力を通じて潜入するはずだったんだけど、あの小心者の目はこんなところまで届いていたようだ。小心者の目。それでお前たちの侵入を知った支部長は隠蔽システムを作動させたのか。なるほど。逃がさんってか。でもこのウイルスの感染は出来すぎたちの攻撃で基地に隠してたウイルスが漏れたんじゃないの。僕らは直接的な攻撃は一切してないよ。この基地の隔離システム、いや、やつの悪趣味を隠すシステムだったっけ。まさか BSA 隊員までもシステムの一環になっていたとはね。あ、どういうこと、どういうこと。同じことだよね。ナノマシンだよ。あ、やっぱそこでナノマシンが出んのか。ナノマシン、機械ウイルスと言っても過言ではないから、 やっぱそうなんだ。ワクチンと称して打たれたのが多分ナノマシンなんじゃないか。で変異していくみたいな。ここの BSA 隊員は定期的に精密検査を受けているらしいが、どうやらその時に投入されたみたいだね。システム作動と同時にナノマシンに仕込まれた T ウイルスを体内に流し込むよう設計されていたようだ。そのため抗ウイルス剤の効果をしのぐほどの高濃度な T ウイルスが体内に入り感染。じゃあ全く別物なのかな、抗ウイルス剤、ワクチン打つとか打たないとかの話ってのは。多分やつがあれを手に入れてから導入したんだろう。全ての隊員が感染してないのはそのせいだ。そんな、なんてひどいこと。一体そんなテクノロジー、どこの企業が提供したのか。おまけにやつが遊びで作った化け物どもも解放し、野放しにしているみたいだ。特に格納庫付近がひどいありさまでね。おかげで僕らも安易に潜入できなくなってしまっているよ。なるほど。行きたいんだ、格納庫付近に。こいつらも。格納庫だって？みんながそこに向かっているのに。そうか、他の生存者と協力しているのか。残念だけど、もうこの基地から脱出するのは不可能だよ。この下水道の出口は僕らの部隊が占拠しているしね。出来すぎ、お前とドラえもんは一体何を企んでいるんだ。何が目的でアンブレラの生物兵器を研究しているんだよ。さすがにそこまでは教えてあげられないよ。せっかく会えたのに残念だけど、僕も忙しい意味でね。くそ、マジかー。これはなんだ水路に何かいるのか。うわー、ボス戦だこれ。やばい。やばいぞ、これは。うわ、でかっ！いやー怪獣だー。そういえば、なんかワニ飼ってるとか、うんぬんとかの話してたもんな。支部長だっけが？なんて大きさだ。タオのやつね、こんなものまで生み出していたのか。あーらららら、もうモブキャラ二人食われたな。で、できすぎ。もう僕も逃げなくちゃ。おい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 、これはまた大変だぞ。あー、これ自分で動かすのか。ちょっとこれはさ、ちょっとどうにもならねえぜ。なんだあのプシュプシュ言ってんのは。うわー、ちょっとどこまで逃げなきゃいけないんだこれ。いやー、迫ってきてるよ。どうしたらいいんだこれ。ちょっとちょいこれどうにかするの。あー、食われた。あのガスなんか出てるの、あれどうにかするのかな。あれ撃つとかか、ちょっとわかんないっすね。でもなんかあのまま下押し続けるでいいのかな。ちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえず今回ここまでにしときます
か？ね。そうしましょう。とりあえず今回はここまでにしておいて、じゃあ次、どうしよっか。もう一回、じゃあなんだっけ、ワニのところ？ワニのところから始めればいいかね。うん。まあそうしましょうか。ワニ、ワニな、ちょっとわかんないよね。どうしていいかね。まあいいや、はい。じゃあ次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。